こんにちは。ここは兵庫県の南東部、武庫川です。奈良時代、奈良から見て大阪の武庫川に位置するから、武庫川、武庫川と名付けられました。現在は市境、東側は尼崎、西側は西宮、そして橋の上は武庫川駅となっています。一般の人が通れる人道橋の横に駅のホームが並行して存在しています。阪神武庫川駅のホーム、ホームの下は武庫川です。川の上の駅は他にも阪神尼崎、阪急宿川などもあります。しかしこれほどの大きな川の上にある駅は非常に珍しいのです。武庫川ほどの幅の広い川の上にあるようなホームは全国の都市部でもほとんど例はありません。なぜなら川の上のホームは耐久性を高める必要があり、保守費用が余分にかかるため基本的には避けたい場所です。この駅も1905年明治38年の開業時は橋の外側、現在の尼崎市側にありました。その後1920年、大正9年、兵庫県が武庫川の改修工事と同時に先ほど歩いた人道橋も合わせて作ることを計画します。ちょうど阪神も古くなった線路や駅を更新するため人道橋の建設と合わせて駅を橋の上に作り替えました。川の両側の住民に便利となるよう橋の上に駅を作ることが最も合理的と判断したと推測されます。ただし改札が両端にできるようになったのは1984年昭和59年のこととなります。そのためなぜコストのかかる川の上に駅を作ったのか、今となっては理由はよくわかりません。当時の資料は空襲で焼けてしまい、理由を推測するしかできないのです。阪神は今でも台風の前には必ずメンテナンスを行い、この珍しい駅をしっかりと守り続けています。2002年、平成14年、阪神武庫川駅は近畿の駅100選に選定されました。詳細は別動画がございますので、よろしければ後ほど動画説明欄よりご覧ください。今回は川の上にある駅でも特に珍しいと思う関西の4つの駅をご紹介してまいります。今度は先ほどの武庫川の上流です。ここは兵庫県宝塚市。宝塚歌劇団でも有名な関西でも人気の街です。今回2つ目にご紹介する川の上の駅はここ JR 宝塚駅から JR 宝塚線で8分のところです。武庫川のさらに上流を目指し電車は進みます。宝塚駅を出発して8分、間もなく目的の駅に到着です。この駅は不思議な構造をした珍しい駅です。どうぞご覧ください。なんとこの駅、ホームが半分トンネルの中にあるのです。JR 竹田尾駅。トンネルの中の駅ですので、アナウンスもエコーして幻想的な雰囲気です。ホームの半分がトンネルの中にある珍しい駅ですが、今回のテーマは川の上にある駅。もうお気づきですね。この駅のもう半分は川の上なのです。
早速そちらの方へ行ってみましょう。右の階段がこの駅の出入り口でも、さらにホームを進みます。駅の周囲にはお店は一軒もありません。宝塚駅からたった8分でこんな秘境感を味わえます。駅の外に出てみましょう。ちなみにこの駅は無人駅です。半分が川の上、半分がトンネルの中にある珍しい駅です。周囲にお店など一軒もありません。秘境感満載の駅ですが、旧福知山線を利用したハイキングなどに便利な駅となっています。詳細は別動画がございますので、よろしければ後ほど動画説明欄よりご覧ください。今回2つ目の駅は、宝塚駅からたった8分で楽しめる秘境駅、トンネルと橋でできた JR 竹田尾駅でした。ここは渡月橋、下の川は桂川です。この渡月橋より上流は別名保津川と呼ばれます。日本有数の観光地、京都の中でも特に人気の高い嵐山、その最寄り駅 JR 嵯峨野線山陰線の嵯峨嵐山駅です。この嵯峨嵐山駅から保津川の上流を目指します。嵯峨嵐山駅から1駅わずか4分、もう目的の駅に到着です。京都市と亀岡市にまたがる駅、 JR 保津峡駅です。トンネルとトンネルに挟まれたやたらと細長い駅です。もうお気づきですね。この駅、駅自体が橋になっています。下を流れる川は桂川、またの名を保津川。駅自体が保津峡の中、周辺に店も家も全くありません。約4キロ先まで集落のない、またもや秘境感満載の駅です。今見えているのは旧山陰線、現在は観光用のトロッコ列車が走っています。ローカル線ムード満点ですが、ここは京都市内、嵯峨嵐山駅からたった4分のところです。高所恐怖症の方は利用できない駅だと思います。駅の外に出てみましょう。
改札を出ます。この駅も無人駅。保津川下りでも有名な保津川、運が良ければトロッコ列車との共演も見られます。川の中央が市境になっており、向こう側は京都市、手前が亀岡市です。周囲に何もない場所ですが、1日5本、4キロ先の集落まで自治会が運営するバスが走ります。こんな秘境駅ですが、駅は京都市内として扱われます。詳細は別動画がございますので、よろしければ後ほど動画説明欄よりご覧ください。今回3駅目のご紹介の駅は、佐賀嵐山駅から4分、京都市内なのに秘境感が楽しめる保津峡駅でした。空港名義で大変良い駅ですが、高所恐怖症の方は離車されないことをお勧めします。今回の動画ラストの川の上の駅は新神戸駅、新幹線における神戸の玄関口です。先ほどまでの大きな一級水系の川とは異なり、この川はさほど大きくない二級水系。なぜ小さな川なのにこの駅を取り上げたかというと、この新幹線駅の真下を流れるところが面白いからです。新神戸駅の外に出ると布引の滝 0.4 キロと案内があります。布引の滝は後ほどご紹介するとして、ご覧いただきたいのは新神戸駅の真下の生田川。新神戸駅と生田川が交差する部分へ行ってみます。広い道を進むと布引の滝、その横の狭い道を進むと、なんと新幹線駅の真下に憩いの場があるんです。真上はのぞみ号も停車する新神戸駅。なんと150万人都市の玄関口の駅の下は水遊びもできる市民の憩いの場となっています。ここだけ見たらまさか大都会の新幹線駅の真下とは誰も気がつかないことでしょう。新神戸駅は六甲山の麓に位置します。余談ですが、六甲山の語源は六を無と呼んで向こうで、向こうの山。奈良時代、奈良から見て大阪の向こうの山だから、向こうの山、向こうの山、六甲山となりました。最後にここから徒歩10分ほどのところにある布引の滝をご覧いただいて、今回は終了とさせていただきます。
平安時代の伊勢物語や映画物語をはじめ、古くから宮廷貴族が和歌に詠む歴史ある滝です。この滝が先ほどの生田川になっていきます。大都会の新幹線駅から徒歩10分、こんな雄大な滝を見ることができます。詳細は別動画がございますので、よろしければ後ほど動画説明欄よりご覧ください。今回は関西の川の上の駅でも特に珍しいと思う4つの駅をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。